百州武道具店の動画。じゃあ早速いきましょうか。最初は両足を開いて立ったまま500本いきます。はい、構えて。足は使わないです。最初の500本は足は使わないです。まっすぐいきます。はい、1、2、3。上下素振りはとにかく肩を大きく使いましょう。できるだけ限界まで振りかぶって限界まで振り下ろします。6、7、8、9。肩は大きく使えてますか？大きく振りかぶり、大きく振り下ろす。大きく振りかぶり、大きく振り下ろす。3、4、5、6、7、8。竹刀の持ち方は正しくできてますか？振りかぶった時に竹刀の持ち方が崩れてしまう人がいます。1、2、3、4、5、6、7。振りかぶった時も振り下ろした時も竹刀を握る手は崩してはいけません。正しく上からきちっと持ちましょう。30、1、2、3、4、5。大きく大きく振り上げて、ゆっくりでいいので大きく大きくゆっくり振り下ろします。8、9、40、1、2、3、4、5。急ぐ必要はないです。大きくゆっくり振り上げて振り下ろします。7、8、9、50、1、2、3、4、5、6。右手と左手が体の中心から外れないように注意してみます。右手と左手が体の中心から外れないように注意しましょう。60、1、2、3、4、5、6。ゆっくりでいいですから、竹刀の重さを感じながら素振りをしてみます。竹刀の重さを感じながらゆっくり素振りをします。70、1、2、3、4、5、6。振り下ろした時に左手がすっぽ抜けないようにしましょう。
振り下ろした時に左手がすっぽ抜けないようにしましょう。80、8、7、3、4、5、6、7、頭は動かさないですよ。できるだけ頭は動かしません。9、90、1、2、3、4、5、素振りがまっすぐ真ん中を通らない人は右手で竹刀を操作してます。左手で操作するとまっすぐ振れます。9、頑張りました。100回です。100回来ました。8、9、10、1、2、3、4、左手で持ち上げて左手で下ろします。左手で持ち上げて左手で下ろします。8、9、10、1、2、3、肩の力を抜きましょう。肩の力を抜いて体をフラフラしないように頑張りましょう。6、7、8、9、30、1、2、限界まで肩を使って肩甲骨を意識しましょう。肩甲骨を意識しましょう。5、6、7、8、9、目線はどうですか？上も向いたり下を向いたりしてないですか？まっすぐ前を見つめましょう。目線は大丈夫ですか？肩を大きく使います。限界まで振りかぶって限界まで振り下ろします。肩の力を抜いてください。肩の力を抜いてください。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61
市内はまっすぐ触れてますか。市内はまっすぐ触れてますか。剣先で大きな円を描くようなイメージです。剣先で大きな円を描くイメージです。円が小さくなってはいけません。大きい円を描くようなイメージで素振りをします。疲れてきました。ゆっくりでいいですよ。疲れてきたら一度休憩しても大丈夫です。市内の持ち方もう一度注意してみてください。市内の持ち方大丈夫ですか。振りかぶった時に手の形が崩れていませんか。やりました。200本です。もう200本です。頑張りました。ゆっくりでいいですよ。ゆっくりでいいですから、肩をできるだけ上げてください。肩をできるだけ上げて、まっすぐ振りかぶって、まっすぐ振り下ろします。まっすぐ振り上げて、まっすぐ振り下ろします。右手と左手が体の正中線から外れてはいけません。まっすぐを意識します。まっすぐ振るためにはもう一度左手を意識します。左手で竹刀を操作します。右手で引っ張るとどうしても竹刀が左右にずれてしまいます。そのためには左手、とにかく左手で竹刀を操作します。40 1 2 3 4
6、疲れてきました。大丈夫ですよ、一度休んで大丈夫ですよ。肩の力を抜いて大きく振りかぶって大きく振り下ろします。肩の力を抜いて大きく振りかぶって大きく振り下ろします。振り下ろした時にはしっかり膝の下、相手の膝の下ぐらいまでしっかりしないを振り下ろしましょう。振り下ろした時に左手がすっぽ抜けないようにします。振り下ろした時に左手がすっぽ抜けないようにしましょう。思い出してください。剣先で大きい円を描いてください。剣先で大きい円を描いてください。やりました、300本です。ついに300本。1、2、3、4、5、大きい素振りをしましょう。大きい素振りをしましょう。肩を使ってできるだけ肩甲骨を意識して大きい素振りをしましょう。竹刀はまっすぐ触れてますか？竹刀はまっすぐ触れてますか？右手と左手の力のバランスは大丈夫ですか？2、3、4、5、6、上下素振りはとにかく肩を大きく使いましょう。できるだけ限界まで振りかぶって限界まで振り下ろします。9、30、1、2、
肩は大きく使えてますか。大きく振りかぶり、大きく振り下ろす。大きく振りかぶり、大きく振り下ろす。5、6、7、8、9、40、1。竹刀の持ち方は正しくできてますか。振りかぶった時に竹刀の持ち方が崩れてしまう人がいます。7、5、6、7、8、9。振りかぶった時も振り下ろした時も竹刀を握る手は崩してはいけません。正しく上からきちっと持ちましょう。3、4、5、6、7、8。大きく大きく振り上げて、ゆっくりでいいので大きく大きくゆっくり振り下ろします。1、2、3、4、5、6、7、8。急ぐ必要はないです。大きくゆっくり振り上げて振り下ろします。右手と左手が体の中心から外れないように注意してみます。右手と左手が体の中心から外れないように注意しましょう。ゆっくりでいいですから、竹刀の重さを感じながら素振りをしてみます。竹刀の重さを感じながらゆっくり素振りをします。8、9、400、400本です。2、3、4、5、6。振り下ろした時に左手がすっぽ抜けないようにしましょう。振り下ろした時に左手がすっぽ抜けないようにしましょう。頭は動かさないですよ。できるだけ頭は動かしません。20、1、2、3、4、
5、6。素振りがまっすぐ真ん中を通らない人は右手で竹刀を操作してます。左手で操作するとまっすぐ振れます。30、1、2、3、4、5、6。左手で持ち上げて左手で下ろします。左手で持ち上げて左手で下ろします。肩の力を抜きましょう。肩の力を抜いて体をフラフラしないように頑張りましょう。7、8、9、50、1、2、3。限界まで肩を使って肩甲骨を意識しましょう。肩甲骨を意識しましょう。7、8、9、60、1。目線はどうですか？上も向いたり下を向いたりしてないですか？まっすぐ前を見つめましょう。目線は大丈夫ですか？5、6、7、8、9。疲れてきました。大丈夫ですよ。一度休んで大丈夫ですよ。肩の力を抜いて大きく振りかぶって大きく振り下ろします。肩の力を抜いて大きく振りかぶって大きく振り下ろします。振り下ろした時にはしっかり膝の下、相手の膝の下ぐらいまでしっかり竹刀を振り下ろしましょう。5、6、7、8、9、500本です。やりました。前半はここまでです。お疲れ様でした。豆裂けた、豆裂けた、痛い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 。はい、1、2。上下素振りはとにかく肩を大きく使いましょう。できるだけ限界まで振りかぶって限界まで振り下ろします。6、7、8、9、10。
肩は大きく使えてますか？大きく振りかぶり、大きく振り下ろす。大きく振りかぶり、大きく振り下ろす。10、20、1。竹刀の持ち方は正しくできてますか？3。振りかぶった時に竹刀の持ち方が崩れてしまう人がいます。5、6、7、8、9、30、1、2、3。振りかぶった時も振り下ろした時も竹刀を握る手は崩してはいけません。正しく上からきちっと持ちましょう。7、8、9、40、1、2、3、4。大きく大きく振り上げて、ゆっくりでいいので大きく大きくゆっくり振り下ろします。8、9、50、1、2、3、4、5、6、7。急ぐ必要はないです。大きくゆっくり振り上げて振り下ろします。60、1、2、3、4、5。前に出るときには後ろ足で床を押すように前に出ます。8、9、70、1、2、3、4。右手と左手が体の中心から外れないように注意してみます。右手と左手が体の中心から外れないように注意しましょう。9、80、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ゆっくりでいいですから、竹刀の重さを感じながら素振りをしてみます。竹刀の重さを感じながらゆっくり素振りをします。10、5、6、7、8、9、100、600本です。やりました。ついにここまで来ました。振り下ろしたときに左手がすっぽ抜けないようにしましょう。振り下ろしたときに左手がすっぽ抜けないようにしましょう。頭は動かさないですよ。できるだけ頭は動かしません。20、1、2、3、4、5、6。
7、8。素振りがまっすぐ真ん中を通らない人は右手で竹刀を操作してます。左手で操作するとまっすぐ振れます。3、5、6、7、8、9、40、1。左手で持ち上げて左手で下ろします。左手で持ち上げて左手で下ろします。7、5、6、7、8、9、50、1、2。肩の力を抜きましょう。肩の力を抜いて体をフラフラしないように頑張りましょう。6、7、8、9、60、1、2、3、4。限界まで肩を使って肩甲骨を意識しましょう。肩甲骨を意識しましょう。8、9、70、1、2、3、4。目線はどうですか？上も向いたり下を向いたりしてないですか？まっすぐ前を見つめましょう。目線は大丈夫ですか？前に出るときには後ろの足の裏で床を押すように体を移動します。肩を大きく使います。限界まで振りかぶって限界まで振り下ろします。3、4、5、6、7、8、9、200。やりました。700本です。すごいです。よく頑張ってます。肩の力を抜いてください。肩の力を抜いてください。竹刀はまっすぐ触れてますか？竹刀はまっすぐ触れてますか？剣先で大きな円を描くようなイメージです。剣先で大きな円を描くイメージです。円が小さくなってはいけません。大きい円を描くようなイメージで素振りをします。7、8、9、40、1、2、3、4。疲れてきました。ゆっくりでいいですよ。
疲れてきたら一度休憩しても大丈夫です。5、6、7、8、9、50、1、2、3、4、5、6、竹刀の持ち方もう一度注意してみてください。竹刀の持ち方大丈夫ですか？振りかぶった時に手の形が崩れていませんか？1、2、3、4、5、6、反対側の足の裏で床を押すように体ごと移動してやります。まっすぐ振り上げて、まっすぐ振り下ろします。右手と左手が体の正中線から外れてはいけません。まっすぐを意識します。まっすぐ振るためにはもう一度左手を意識します。左手で竹刀を操作します。右手で引っ張るとどうしても竹刀が左右にずれてしまいます。そのためには左手、とにかく左手で竹刀を操作します。90、80、9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 0
3、4、5、6、疲れてきました。大丈夫ですよ、一度休んで大丈夫ですよ。9、10、11、3、4、5、6、7、8、9、20、1、肩の力を抜いて大きく振りかぶって大きく振り下ろします。肩の力を抜いて大きく振りかぶって大きく振り下ろします。8、9、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、40。振り下ろした時にはしっかり膝の下、相手の膝の下ぐらいまでしっかりしないを振り下ろしましょう。10、5、6、7、8、9、50、1、2、3、4、
シップ。振り下ろしたときに左手がすっぽ抜けないようにします。振り下ろしたときに左手がすっぽ抜けないようにしましょう。キープ。60、1、2、3、4、5、6、7、8、9、70。思い出してください。剣先で大きい円を描いてください。剣先で大きい円を描いてください。上下素振りはとにかく肩を大きく使いましょう。できるだけ限界まで振りかぶって限界まで振り下ろします。8、9、10、1、2、3。肩は大きく使えてますか？大きく振りかぶり大きく振り下ろす。大きく振りかぶり大きく振り下ろす。700本、900本来ました。900本、あと100本、あと100本で終わりますよ。3、4、5。竹刀の持ち方は正しくできてますか？6。振りかぶった時に竹刀の持ち方が崩れてしまう人がいます。9、10、1、2、3、4、5、6。振りかぶった時も振り下ろした時も竹刀を握る手は崩してはいけません。正しく上からきちっと持ちましょう。10、1、2、3、4、5、6、7。大きく大きく振り上げてゆっくりでいいので大きく大きくゆっくり振り下ろします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、1。急ぐ必要ないです。大きくゆっくり振り上げて振り下ろします。右手と左手が体の中心から外れないように注意してみます。右手と左手が体の中心から外れないように注意しましょう。6、7、8、9、60、1、2、3、4、5、6、7、8、9、
シェイチ。ゆっくりでいいですから、竹刀の重さを感じながら素振りをしてみます。竹刀の重さを感じながらゆっくり素振りをします。3、4、5、6、7、8、9、80、1、2、3、4、5。振り下ろした時に左手がすっぽ抜けないようにしましょう。振り下ろした時に左手がすっぽ抜けないようにしましょう。1000本です。ついに1000本です。頑張りました。よく頑張りました。アメリカ、いっぺんに500本1000本やる必要なんて全然ないです。最初はぎこちないんだけど、僕も同じ、最初はぎこちないんだけど、やってるうちにあれこうじゃない、あれ本当はこうなんじゃないっていうのが少しずつ、100本に1回ぐらいやっぱ気づきがあるんで、それをこうかなってやってくると上手くなると思います。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。